コンセプトは誰にも教えるないうコンセプトやからな。そうやねん、ものすごいこうマイナーな感じにしたいのよ。だからもう何、今日でも下来た時でももちろん誰もおれへんやんか、誰もおれへんな、あれがファンっていうか、まあ、ファン自体おんのかおんのか知らんけど、たまるようになったらもうやめな、やめなあかんと。そう、密室芸やからものすごい、ね、うん、これだから聞いたやつは言うないことなんやろ。そうそう、絶対言うたらあかんと、うん、そうそう絶対言うたらあかん、それは、うん、それは言うたらあかん。内容も部屋で聞いてても、もし誰か入ってきたらもう消さなあかん、パッとパッと消さなあかん、まあ、何やねんこれ一体。ほんならいや、そういうのがええやんか。わかるわかる。な、もう表舞台はもうええと、もうええやんか。いや、表舞台は表舞台ありゃいいけど、こういう感じでも一個なかったな。まあ、わかるわかるわかる。つまる、煮詰まんなよ。わかるわかる。これタイトル、放送室。放送室。こんな感じがええんちゃうんかと。うん。非常に、非常にいい感じ、いい感じですよね。ああ、そう。低予算な感じの。これなんでそもそもラジオやりだしたんや。俺急に自分に、うん、ラジオやる、